うらうらチャンネルようこそ。どうも、ゆうちです。おい、ご無沙汰しております、けいちゃん。はい、ということで今日はアビスパ福岡戦マジかということで、アビスパ福岡についてお話ししたいと思います。はい、アビスパ福岡は現在8勝5分け6敗の9位です。直近では現在2連敗中となっております。7位浦和とはわずか2ポイント差、アウェーでは負けているので、ホームでのリベンジマッチは絶対に勝たなければいけません。リーグ前半は勝ち星を挙げられませんでしたが、第10節の FC 東京戦から6連勝があり、9位に躍進しております。その6連勝中4試合がクリーンシートと守備の硬さが際立っております。とりわけ奈良選手とグティエレス選手の2センターバックは国内屈指です。しかしその奈良選手が累積警告で浦和戦は出場停止です。これは浦和にとっては追い風ですし、アウェーでは浦和の前に立ちはだかる壁でした。また右サイドバックのサロモンソン選手も脅威ですね。1対1に非常に強いですし、正確なクロスも持っています。今季のアシスト数は5でリーグ3位、クロスの1試合平均は 3.3 本を誇ります。右サイドバックで 3.3 本は多いですね。右サイドといえば一つ前のジョルディ・クルクス彼も非常に脅威ですね。浦和もかなり苦戦しましたよね。アジリティは非常に高く、ドリブルは強烈でロストはしない、しかも高い精度の左足を持っています。秋元選手なら何とかしてくれるはずです。彼の鬼フィジカルなら勝てると信じてます。福岡のパスコースを消しながら作るブロックは健在で、危険なところの縦パスは入れさせない。守備に浦和の攻撃は沈黙しました。そうですね、福岡が引くとコンビネーションを出すところまで持っていけない、それぐらい分厚い守備ですね。最終ラインとともに牽引するボランチの前選手は要注意人物です。攻守にわたる柱的な存在ですね。ストライカーではやはりブルーノ・メンデス選手は脅威ですね。今季4ゴールを挙げ、浦和相手にもゴールしている選手なので、ホームではやらせたくないですね。なるほど。もう一人の注意すべきストライカー、ジョン・マリー選手は怪我で出場しないと予想されます。半月板損傷みたいですよね。つらい、1日も早い復帰を願っております。また元気な姿を見せてください。この浅い守備はどう崩すスペースですかね。この守備をか、中をかなり絞りがちなので、速いサイドチェンジからディフェンスの裏を取りたい。サイドを崩してキーパーとディフェンダーの間に速いクロスを打ち込んでほしい。サイドチェンジで揺さぶるのと、縦に強いディフェンスをしてくると予想されるので、バイタルでダイレクトにつないで最終ラインをブレイクさせたいです。ブレイク、今ちょっとびっくりした、ちょっとびっくりした。浦和の勝利を期待しています。それでは元気に締めたいと思います。次は福岡戦の後に動画をアップしていきたいと思いますので、ぜひ見てください。それではいきます。せーの、バイナラこの動画がちょっとでもよかったら、グッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。コメント欄にもコメントお待ちしております。浦和の話幸せー。なんでこれずっと最後まで寄る人じゃん。長かったですね。長かった、ちょっと俺伸ばした。あ、ごめんごめんごめん、ちょっとやっちゃって。そういえば江坂選手決まりましたね。浦和決まりましたね。10番じゃなかったのちょっとびっくりしたけど、33番ですよね。そう、33です。いやー、ユニフォームまた売れちゃいますね。みんな買っちゃいそうだこれな。そういえばショルツ選手ってまだ合流してないよ。まだですよね。いつ合流するんだろう。ショルツ選手待ってます。デンマーク